じゃあ13番ですね、はいえー、913と言っても過言ではないいや日本語間違えてるな <laughs> はいえー、とですね、えーとまあ、こちらの13と14がちょっとあの本当はつながってるので選択肢も同じになってますけど2つに分けてみましたで、ね、えー、とまあ最初のところの空欄、ね「白人における始末の要素は彼らのゲームにルールがあること」い「ルールに従って警戒さえしていれば彼らはむしろ極めてつけやすい後クされるのない人たちばかり」 ね、でこれはですね、まあ、正直答えはねあの本当は2つあってもいいんですだけど「そして」じゃない、ねえー、とこの、まあ、テキストにね詳しく書いてますけれど「そして」っていうのはこれは付け加えなんですね。あのまあ、簡単に言うとこれは「あまあ、あ点火」っていうのが一番いいのかな。点火の接続詞。ね、ですからあのどこ 空欄に入っても基本いけます、うん、だって文章っていうのは前の文章に次の文章を付け加えていってるでしょだから基本文章と文章の間に空欄があったらそしてを入れてもおかしくないはずなんですよだからここも悪人における始末の良さは彼らのゲームにルールがあることそしてルールに従って警戒さえしていればって全然問題ないですよねだけどこれはねできれば見てほしい、うん、っていうのは選択肢見たら最も適当な言葉って書いてますね本当にこれってただ付け加えただけなのかな ね、最も適当ってもっとぴったりしたやつあるんじゃないのっていうふうに考えるわけですそうすると実はこの選択肢の中から最も適当って考えられるのは1の「むしろか」か、えー、または6の「従って」ですねであの正直ねないあの現代文で一番入試問題出てくる空欄って実は「むしろ」なんですよだからむしろ全然いいのこれ。 「えむしろ」っていうのはこの後のテキストにも書いてますけど一般の予想とはちょっと違うあ正反対のことをいっそここまで言ってもいいよっていう気持ちでこう,うねなんかこう程度が増してるわけですけどそのただ程度が増してるっていうよりはあのまあもういっそここまで言ってもいいよっていうぐらいの極端なことをまあ今から言いますよっていうのが「むしろ」です。で今この空欄の後ろ見てもらったらルールに従って警戒してれば彼らつまり悪人って付き合いやすい後腐れない人なんだよ。 悪人っていいやつだよねみたいな。ってなってくると、まあ、内容的には全然むしろ OK ですここはねだけどこのい空欄の後にルールに従って警戒さえしていれば彼らはむしろってもうありますね、うん、だからまあここはちょっとむしろは置いといてそうすると今、まあ、空欄の前後を考えますと、えー、空欄の前っていうのは、えー、彼らっていうのには彼らのゲームにはルールがある空欄 付き合いやすい。ルールがある。クラン。付き合いやすい。どうですか誰が考えても納得できる原因と結果じゃないですか。ルールがない人と付き合いにくいよねき。昨日は同じこと言ったらめちゃめちゃ喜んでくれたから、また今日言ったら、今日はめちゃくちゃ怒ったとかね。どんななんだみたいなね。やっぱりルールがあったら付き合いやすいでしょ。だからその人にはちゃんと決まったルールがある。クラン。 誰が考えても納得できる原因と結果誰が考えても納得できる原因と結果は本来は順当,当だね順当な因果関係原因と結果がある接続、順説です、ね。だからまあ順接っていうのはだからとか従ってね、えー、選択肢の中には6番の従ってを入れてやるのが一番 綺麗だよねまあ、さっき言ったように内容的にはねもちろん1番のむしろでもいいし、えー、まああのペケじゃないでしょって言うんだったら4番の組織でもペケじゃないだけどもっとも適当なって言ったら6番になるかな。